演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらカルビーマートビーフカレーマンを食べたいと思います。なんとなく中華なんてどちらも豚肉のイメージあるんですけど、牛肉それがまだ珍しい気もしますね。どうなんだろう、普通のカレーマンとはやっぱり違うのかな。中身はこんな感じです。ではスパイシーな香りしてきました。ではいただきます。少しピリピリくるのがいいですね。ほんのりスパイスの効いたカレーを食べると中がピリピリきますね。このピリピリが食欲を誘ってくれます。お肉の旨味もしっかり溶け込んでいて、とっても美味しかったです。でも豚肉と牛肉の違い、まあ、自分の舌が問題なのかもしれませんが、そこの違いは一つよくわからないんですよね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。もちろん中華まんが悪いのではないですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞ね、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。